イーゴリ・エドワルドビチエ・シポフスキーは、ロシアの政治家。ロシア連邦議会会員国家会議内議員を経て、2008年4月15日、ロシア鉄道副社長に転出したアレクサンドル、チシャーニンの後を継いで、イルク・ーツク州知事になる。在職中の2009年5月10日、ヘリコプターで州内を視察中、事故死した。1977年から、 航空機工場で働き始める。1979年から2年間、兵役に着く。1981年航空機産業に復帰し、オルジョニキーゼ名称をモスクワ航空大学に入学する。大学卒業後、モスクワのフルンゼチクコムソモール第2初期、地方級人民大議員となった。1988年コムソモールの組織を土台として、 部門管科学技術プログラムセンターに参加し、調査製造協会総支配人を歴任する。1991年ロシア社会開発基金、再生会長に就任する。1992年から2000年まで、ロシア航空基金総裁、アビアインベースト社会長などを歴任する。2001年ロソボロンエクスポルト社の製造部、技術部長。 2005年12月22日から2006年8月2日まで、アフトバズ社代表取締役会議長。2007年12月2日、統一ロシアから、ロシア連邦議会会員国家会議議員に当選する。会員では、産業委員会副委員長を務めたほか、予算委員会、国防、安全保障委員会に所属した。2008年4月、 アレクサンドル・チシャーニン・イルクーツク州知事の辞任後、同州知事代行を経て、11月22日、イルクーツク州議会によって知事に承認される。2009年5月9日、視察のために搭乗したヘリコプターが行方不明になり、翌10日、ヘリコプターは墜落し、中からエシポフスキーを含め乗員4人が遺体で、発見された。私生活では、夫人との間に名がいた。 ありがとうございます。